アッシリアの世界帝国。強力な軍事力と過酷な統治体制でアッシリアは最初の世界帝国を樹立した。画像はトニネベの北宮殿を飾っていたアッシリア王、アッシュールバニパルの死子がり浮き彫り。ヌビアのピラミッド。第25王朝の崩壊とともにエジプトを離れこちへと南下したヌビア人はこの地にいくつものピラミッドを造営した。スパルタ。 第二次メッセニア戦争でメッセニア人に勝利したことでスパルタは厳しい軍律を定める国民海兵の社会を確立した。画像は現在のスパルタで前景に古代の遺跡を中継に新市街スパルティを後景にタイゲトス山を望むことができる。騎馬民族スキ隊。スキタイはユーラシア中央部に拠点を持ち攻易や略奪を通じてオリエント諸国に 大きな影響を与えた。画像はアゼルバイジャンのミンガチビルで発見された黄金製動物衣装のベルトの留め金。ハルシュタット文化。ヨーロッパは青銅器時代から鉄器時代に移行しつつあった。画像はオーストリア南東部の墳墓で発見された青銅製のストレットベクの彩色馬車で女性像を中心に多くの人物が置かれている。神武天皇。 日本初期、古事記の神武統制の記録によると、日向高千穂から出立し、瀬戸内海を経て、大和に入り、柏原宮で即位し初代の天皇になったとされる。画像は、月岡義都氏、大日本名将官の金之氏を従えて、敵を圧倒する神武天皇。道の海命紀元前七世紀は、西暦による紀元前七百年から、 紀元前601年までの100年間を指す世紀、キリシア王制ローマ、ありがとうございます。